中セカンドボール前で今森下行こうというところですが、ボール山口預けていってオフサイドはない、通って残した、チャンスになった、高い先制山口一本の隙、チャンスものにしましたね、ロファ山口。まあ、切り替わった瞬間ですよね、はい、まず背後よく見てましたし、うん、まあ、スリッピーで難しかったですけど、しっかり収めて、はい、まあ、シュートまで左足、まあ、よかったんじゃないですかね、まあ、このボールの質も非常に良かったですし、はい、クッとこう肩で収めて一回顔を上げてキーパーの位置、そして左足で逆サイドに流し込むと、まあ、素晴らしいゴールですよね、顔を上げてますよね、一回二回上げてますよね、で最後は逆サイド、サイド